こんばんは。今日はポキポキ木曜日ですから、今日何カニぐらいいたんだろう。10カニ以上いたよ。10カニ以上いましたね。嬉しいです。あのね、なんかね、今日ね、友達がね、当日券で来てくれるかもしれなかったんだけど、やっぱり来れなかった。忙しいですからね。それぞれ。そうなんですよ。今日のコイン一体はありがとう。ボキちゃんの蒸発した成分聞きたかった。うん。またいつか。日の散歩時でできるのでね。本当に来たら緊張する。私緊張しない。自己紹介で元ヤナって言わなくなりましたね。違うの、今日木曜日だから。ポキポキ木曜日なので、今日はポキことって言ってます。いつもは元ヤナです。いつもは元ヤナこと木本ヤナですなんですけど、今日は木曜日なので特別にポキことって言ってます。そういうことなんですよ。実は実は、あとなんかキャッチフレーズしない時とか、ラーメン部のイベントとか、例えばニコ生さんの特番とかで、キャッチフレーズはしないけど、何々こと木本ゆなですって言う時とかはポキことって言ったりします。こんばんは。最近はノーファンデで生きてます。ちょっとノーファンデだからそばかすが見えます。もてなって呼んでる人いないね。もういないです。さっきもうポニーテールは痛いので取りました。そしたらもうボサボサです。
ラコスタ気に入ってる。なんかね、動めっちゃリハで動いてもそれほど熱ってならない生地だけど長袖みたいな、これに上からコート着ていけばいいみたいなので、すごい気に入ってます。いい感じ。そう、リハとかレッスンの時に着ていくレッスン着ってすごく難しいんですよね。動いたら暑くなるけど帰り寒いとか。最近ポキちゃんすごく綺麗に見えるけどノーハンデ、ありがとう。なんでもここら辺にあのコンシーラーを塗ったりとかはしてます。ファンデーションはこの火木、今週の火木はつけてない。こんばんは。あ、皆さん、ポキはゲームでレベル19にやっとなりました。ちょっと課金しました。前髪伸びたよ、ありがとう。やっと19ですわ。生産が追いつかないんだよね。先行えぐいぐらいさ進んでるけど生産が追いつきません。前髪伸びたね。勉強1位だってさ自慢できるじゃん。1位って。私の最高は学年4位数学。ゲーム11日までです。そうですそうです。生産、めっちゃ制圧演習やったり戦友を育てたり、それぞれのそのテレビ局とか工業施設とかビルとかの従業員を増やしたりしてる、頑張ってる今。コンサートの結果昼丸夜罰。あーそうなの。でもまだ一般の販売が始まるから。それでメール来た、ありがとう。そう、私は文系科目が苦手すぎるので、なかなかその全科目で1位とかって無理なんですよ。なので、理系科目で稼いで点数をっていう感じ。中高とどっちも、まあ、中学校の時の勉強はそんなにすごく難易度が高いかって言われたらそうでもないからいけてたけど、なんかその時のさ順位表とかないのかな。中学校の時ってすごい頭がいい人もいるし、すごくおバカさんっていうかお勉強が苦手な方もいらっしゃるしさ、結構点数取りやすいから中学校の方が成績良かったんですけどね。それでさ、あのさ、ちょっと IQ とかみんなが天才って呼んでくれちゃったりするからさ、 IQ 気になっちゃうじゃん。体育はね、私ね中学校の時ね3年間で1回だけ読んだったけど他全部5。すごくない？私意外とさ体育できちゃうんだよね。ないかな、
ないね、ここには。うわ、3階だわ。3階にありますね。中学校の時の最高ってどれぐらいだったんだろうな。でもね、中学校の時100点取ったことがあったから、その時は絶対1位やん。5教科で450点いくとかすごいなってなってた。あ、本当。すごいなあの人だ。やったー。飛び箱とマット運動で稼ぎました。あと真面目なんで先生からの評価が高いっていうところで、まず一個あのアドバンテージがあるんですよ。アンナちゃんは文系です。私ばっかり家族で理系。そう、天才なんですよ。300回目ほんまありがとう。そう、あの先生と仲良くなっておくことによってちょっとはアドバンテージなんですよ。でも私男性の先生とはあんまり喋れないの。女の先生をと仲良くなる。ガチ頭いい友達に勝ったことあるんや。でもその時その子も100点だったかもしれない、わかんない。お疲れ様でした。ありがとう講演。おじいさんおばあさん、お母さんお父さん妹は全員文系、おじいちゃんが理系かな、おばあちゃん文系、どっちもそうじゃない。母方も父方もおじいちゃんは理系だけどおばあちゃん文系かもしれない。家庭科は5です。球技苦手そうなイメージだけど実際は。私サッカーが無理。バスケ、テニス、野球とかソフトボールとかバドミントンとかは大丈夫。なんとか裁縫できます。自分でボタン縫ってます。そうそう、料理も私得意なので。なんかね、パパとママが共働きなので赤白帽の紐が取れたとか制服のボタンが取れたってなったら自分で縫ってたよ。待って、これいいお嫁さんになる予感しかしないやん。みんなどう？ポキ、なんか部活入ってた。中学校の時ソフトテニス部です。高校の時は料理部です。バレーボール苦手かもしれない、もしかしたら。ある程度ならできるけど絶対パーンとかできないです。鉄棒で得意なのがあるんです。聞いてください。だるま回りっていうやつが得意です。
なんか逆上がりはできるんですけど、前回りをずっと膝抱えて鉄棒でぐるん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 ってずっと回り続けんの、だるま回り。あれは得意。それだけは得意でした。他には何も技できない。重心っていうよりかは足をちょっと曲げたり伸ばしたりしてブランコみたいな要領で遠心力で回るんですよね。こうってガラケーみたいになってるから、体型が、体型、うん、頭と足の重さで遠心力で回るんです。二重跳びできます。なんでそんなガラケーガラケーって笑ってんの。わかりやすいやん。また来ました、ありがとう。腹筋強そう。そう、小学校の時はバキバキだったので今はどうか知りませんが、こんばんは。フラフープもできます。そう、フラフープ回しながら移動したりできる、多分。でも足は遅いです。水泳、水の中は得意ですけど陸は無理ですね。こんばんは。水泳は2、3、4歳ぐらいはこうなんかね、そこら辺のプールで頑張って水に慣れて、5歳ぐらいから始めて、中学校の1年生までやりました。4期生で気になってるメンバーいますか？全員だよ。全員だけど、いやなんかもう愛嬌がすごいなとか、こう人間として人間としてって何？こう生きていく術を持ってるなみたいな、すごく上手に立ち振る舞ってるなっていうのはコマちゃん。私はコマちゃんが可愛くてしょうがない。そう、全員ね可愛くて気になるんだけど、先輩にこう話しかけに行く感じとか接し方とか話し方がすごく上手。水泳で賞取ったことあるの？あると思いますけれども、3位だったの、その時は。いろんな大会出すぎてよくわかんないんですけど、リレーで3位、県じゃないの、あれ地区か、ん、市か、市なのか、いやでも違うな、長岡とかいたよな、でなんかわかんないけど3位だったんです。あとは何ですか？市内
小学生の時死で6位かな、そういう感じです。覚えてません、昔のことですね。200回目の方もありがとう。ちょっとね、昔ですね。何年前ですか？小学校の時って中1、2、3、高1、1、2、3、第1、2、8年前だって。怖い。8年前の出来事、そうだわ、 NGT の1期生さんのオーディションがそれぐらいだったんだから、そうだわ。だとしたらすごい、 NGT の歴史ってば、すごいわ。だからさ、1年2年のさ、ちょっとこの間入ったくらいのさ人がさ先輩っていう感じがすごくなんか変な感じ。先輩だよとか、こう楽屋とか劇場のお掃除を毎公演ごとにやっているんですけど、後輩が率先してやるわけですよ。で、今まで3期が一番後輩だったから、トイレ行きますとか、洗面所やります、洗面所、洗面台やりますとかさ言ってさやってたんですよ。それがさ、今前座出演で4期生がいてくれるからさ、やろうと思って行ったら4期生がやってくれてる時とかあって、でもさ、こちらとしてはさ、まださ2年経ってないペーペーなんです。まあ2年先輩ではあるけど、だからなんかすごい先輩っていうのが全然慣れない。でなんかその今日サホちゃんと喋ってたのか、サホちゃんとナナちゃんと喋ってて、でなんか、なんとかで大丈夫ですかって聞いてくれたんです。なんとかなんとかで大丈夫ですかって、したら私、うん大丈夫だよとか言えばいいのに、はいって言っちゃって、はい慣れてなさすぎて、こんばんは。なんかお疲れ様ですって4期生に挨拶される時も、お疲れじゃなくてお疲れ様ですって言っちゃうのよ。今日お見送りで名前呼んでくれてありがとう。いやいや、こちらこそありがとうございます。本当になんか変なんですね、私って。
こんばんは大丈夫ですみたいな、大丈夫ですとか言っちゃうし、多分もっとこう仲良くなれば友達みたいな感じで接することができるので、こちらもタメ口でいけると思うんですけど、まだちょっと4期生と同化するようになっちゃう、いやいやいやそういうわけじゃないんだけど、全然ゆうな先輩かな、ゆうなさんって呼ばれるかもしれない。こうたでも4期生から見たらアンナに例えばないよとかさ、家の感じでさ注意したり怒ったりしちゃうとさ怖いよね私って。他の3期生めっちゃ先輩なんだよ。お疲れって言ってんの私ばっかりなの稽古で喋ってんの。ねえ、アンナがいるからどうなのかと思ったんだけど、初おしゃべり会行ったらそうなるのかな、楽しみ。何、私のおしゃべり会、それとも4期生のおしゃべり会。私のおしゃべり会だったら私はもうあおしゃべり会に来てくれた時点でもう友達だから、マブマブだからタメ口かも。こんばんは、同い年の4期生とね。まあそうだよね、まあまあ話しやすいです。こんばんは、だってさ皆さんさ私のおしゃべり会来てさ、私敬語喋ったことないよね多分、誰とも。あ、そうなんですかとか言ったことないと思うんだよね。名前呼んでくれてありがとう、どういたしまして。いてボキッつった。え、何とか言ってえ、聞こえないあのさビニールとさマスクでさ、え大きい声で喋ってキも誰とも敬語で喋らないから、人見知り発動してた。え、私嘘、ハメにしてるよって前回言えなかったけど今なら言えそうです。え、そうなの、なんか言ってよなんか20分とかさ10分とかさたくさん買ってくださっておしゃべりしてくださる方いるんですよ。ずっとさここにハメにしてたらさ気になるやん、みんなちょっとハメにしてるよって言ってよなんかしばらくその口紅塗って南部始まりましたとって言って、なんかもう30分ぐらい経ったところぐらいでポキちゃんハメにしてるよって言って、いつからだほうほうほう、ありがとう言ってくれていつからみたいなこととかめっちゃあるから、みんな
ちょっと唇の口紅はみ出してるよとか唇はべにしてるよとかさ言ってよ。こんばんは。ハメニア言っていいのか迷うやつ、え、言ってほしいんだけど。そのさ50分1枠50分の間すんごく人がいらっしゃらない時以外はさずっとさ皆様とお話ししてるじゃないですか。メンバーとさあのさ昨日のドラマがさって喋ってるわけじゃないからさ、ここで喋れたらさあ、ねえユナハメにしてるよって教えてもらえるかもしれないけどさ、ずっとハメにはきつい。せっかくさ1枚とかポキちゃんどんな子なんだろう、劇場でいいと思ったんだよな、話してみようって当日券とかで来てくれる人とかがさポキちゃんハメにしてたなって印象だったらやじゃんみんな。チェックしないするんだよ。なんかでも塗って喋るうちにさこうマーミームーメンもとかでさこう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 ってさなるじゃん、上唇がこうなるじゃん、そしたらここでこすれてハメになっちゃうの。あとハメにしやすいやつとかある、口紅それのメーカーによる。自分の時間をハベニで取られるのもな。え、わかったわかった。バイバイ。ちなみにハベニしてるよって言ってさ、はけてくれればいいじゃん。おしゃべり会まだしたことないから行ってみたい。来たよー。ループして幸せになりたい。来てね、おしゃべり会今度あったら。ハメにしてるとついつい口元に目がいく。そうでしょ、私もそうなの結構。去り際だと次の人入る前に撮れなくない？いや、スタッフ、そのついてくださるさタイム測ってくれる人とかいるじゃないですか。ストップでお願いします、ティッシュで。ちょっと待ってねって言って、青のりついてるやはきついよね、ハメによりきついかも。まあまあそうですね、いろいろありますよね。アイドルってアイドルも人間なので皆さんと同じような感じですけども、なんかさ KMT ってさ、いやずっと言おうと思ってたんだけどさ、優しいじゃん。KMT って優しいじゃん。まあそのポッキーのこと応援してくれてるからポッキーに甘いのかもしれないんだけどさ、例えばさ歯に青のりがついてたとしてさ、 KMT ってさ青のりついてるよじゃなくてさ、今日の
お昼ご飯何だったのとかさ、遠回しに聞いてきそうだよね。私の印象なんだけど、勝手な。 KMT みんな優しいからさ。なんか味噌ラーメン食べたとかさ。むぎちゃんでも焼きそばあんま好きじゃなかったよね。今日のお昼ご飯何だったの。あ、なんか磯辺揚げだったんだよね。みたいなさ、ついてるよ、あ、ついてたみたいな。おしゃべり会の前、歯磨くよ、もちろん。磨くよ。磨くけどね。遠回しにね、言ってくるから。みんな。ちょっとさ、優がさ、なんかこう配信とかでさ、顔がぷくってしてきたとすんじゃん。そしたらさ、みんなさ、どうせ最近おいしいものたくさん食べてるのとか聞くんでしょ。太ったよじゃなくて。最近焼肉海鮮とかいっぱい食べたんじゃない。おもろい。そうなんだよ、みんなさ優しいからさ。なんか全然太ったとか痩せたとか話してないのにさ、健康的なボキちゃん大好きだよとか。面白い。好きだよそういうとこも。食べ物の話しづらくなる。あ、本当？いや全然そんなことはないんですけど。後ろのでかいザクが気になる。あ、こちらパパが組み立てたザクです。パパが勝手に置いていきました。もうさ、勝手に入るんだよ。二十歳の娘の部屋に。いいけどさ、別に。昔からそうなんです。うちは結構そういうのないんだよね。勝手に入るなとか。タコ。みんながハベニの話したから、ユウもハベニが気になって。
どうする？でもさ、私こないださ、ちょっとさ確認していい？とか言ってさ、配信の画面でいいってやってさ、うん大丈夫だねとかやってんのよついてたらどうすんのって感じですけどそういいってやってさ、ついてたらさ、あついてたとか言ってさ、私外すみますけども、いや何歌う、どうするどうする、ねえ、昇格ね早くしたいと思ってるけどね、ないよそんなすぐできない、期待しないで、しないでください、ないですよ、私も頑張って早く昇格 しようといろんなポジション覚えたりとかね頑張ろうという気持ちはあるんですけど、なかなかそこはシビアな世界ですからね、本気でないです、ないんです、ない、いや前向きよ、もう悔しい思いは一回してるから、あとはもうなんていうの、頑張るだけって思ってるけど、めっちゃ悔しかったよねあの時もう皆さんも本当にごめんねって思った、やっぱり昇格正規メンバーになった方が活躍の場も広がると思うし、皆さんそれを望んでくださってるというのを分かってたから、もう本当に心が痛くてごめーんと思って、今日の声もめっちゃ良かった、ありがとうね、あの日も誰も触れなかったそう誰も触れないんだね、優しいね KMT とか言って私が振るんですけど いやほんとね、まあ、運営の皆様が満場一致でポキをあげるしかないって思ってもらえるくらい頑張りますね、だから期待せずに、昇格発表された時に時は来たって思ってもらえると嬉しいです、あ、今日のリップはジューシーバンクのレッド01番です、これです、ちょっ
っとラメが入ってて可愛い。この街を歩くとどうして知らぬ間に林になるのだろう。そう、誰もが自分の大事なもの奪われないかと不安になるよ。立ち止まり深く息をして、空を めっちゃいい曲。57分ですね。おお、いい感じ。
昨日みたいに絶対時間余るから58分になったら壇上読みます。いやーしみるこの曲。ちょっとさ、私はさ歌詞を見ながらさ歌ってるからさ、めっちゃうわこの歌詞って思ってるけどさ、皆さんさぜひあのサブスクとか入ってらっしゃる方はバンドワゴン歌詞を見ながら聴いてほしい。なんか気持ちこもる。58分ありがとう。では壇上読みます。13位日和ゲタさんありがとうございます。12位タカタンさんありがとうございます。11位ひろいちさんありがとうございます。10位カジュポンさんありがとうございます。9位トマオさんありがとうございます。ディアーマンドワゴンありがとうございます。7位ビールバラさんありがとうございます。6位片山さんありがとうございます。5位とんかつさんありがとうございます。4位ミミレパパさんありがとうございます。3位ハヤトさんありがとうございます。2位マコイモさんありがとうございます。1位ブッチャーさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。バイバイ。お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバイ。おやすみ。ごきげんよう。カットです。バイバイ。